どうもお疲れ様でですす舞姫大学の特別講義でございます、まあ、この前置きはね久しぶりなんですけども今回はね生活保護でも1億円ということでえ再度この話題を取り上げていこうと思うんですね、えー、というのがね半年ほど前だったですかねあの生活保護を17年間受け取っているえそういった YouTuber の方がいらっしゃるんですよ、うん、その方はねあの52歳だそうですね で、いろいろと活動されてるんですよね。その活動っていうのは、生活道を抜け出して1億円稼ぐぞ !3 年後には1個建ての家を建てるぞっていうね、掛け声とともにえ、半年前、YouTuber としてデビューして、それから様々な活動をしてるっていうことになるんですけども、その方の活動に触発されて、私の速下塾に入ってね、で、今年の1月の半ばぐらいから、私の指示通りに行動された方が、2ヶ月で30万以上を稼いでですね、 もちろんこの方も20年以上生活を受けていらっしゃる方なんですけどもこの方もね55歳だったかな50代半ばぐらいの方で、えー、ご両親のね助けを借りながら、うん、まあお金を稼いでいったわけなんですけどもこの方がなんとですね重度のコミュニケーション障害で人と目を見て話すこともできないし自己紹介ももうねできないとで人の問いかけに答えることもできない、まあ、つまりまさにコミュニケーションできないんですよ さらに IT を使って何ができるかっていうと、一応スマホは持ってるんですけども、電話をね、かけるというよりも電話を受けることぐらいしかできないんですよ。しかも、ご両親からの電話を受けることぐらいしかできないんですよ。で、検索ができないんですよね。まあ、例えば、ダイエットってものを検索しようと思っても、じゃあ、どんなキーワードをね、ダイエット成功のためのノウハウを調べるときに、どんなキーワードを打ち込めばいいのかっていう発想がないんで、検索窓に、 検索キーワードを入れたことがないんですよ。もちろん、ツイッターのアカウントもないですし、YouTube のアカウントもないですし、何にもないんですよ。IT が使えないんですよ。で、こういった方に何か打つ手があるだろうかっていうことでね、私はね、じゃあ、何もできないっていうことをやりましょうっていうふうにしてですね、何もしないっていうことをやってもらった結果、30万稼いだわけなんですよ。今でもね、えー、そのまんま、その方法で、えー、売り上げを重ねているみたいなんですけどね。 で、今回はね、その方のことをお話したいんじゃなくて、そのエピソードの裏にね、また別の方が同じようなことをしてる例があったんですよ。えその方はね、私がその、今お話しした方を A さんと仮に呼ぶとね、A さんのその30万稼いだ、その、何ですか、実績と途中経過を私の YouTube から、あーこう、鑑みてですね、で、同じ速下塾の塾生さんなんですけども、自分もそれをやってみたいなと。うん、ぜひ久保さん。 教えてくださいっていうことで私は基本的に教えないって言ってたんですけどもじゃああと1名ぐらいだったらこの方法を使ってもらってもいいかなと思ってその方にねじゃあ実際 A さんがやった方法はこうですよそしてどのような文言を使ったんですかってことをその方にお伝えしたんですよでその方はね東北のある県、えー、過疎地にお住まいの方でとっても A さんと環境がよく似ていたんですよ で、コミュニケーション障害ではないんだけどもでもやっぱりね10年以上生活を送ってらっしゃってもう家族以外と口を聞いたことがねもう何年もないという方だったんですよねでもそんな方でも大丈夫とあなたは無言でも大丈夫ですからっていうことでねまあ無言で、えー、まあ本当に完全に無言だったかどうかわかりませんけどもちょっと喋れる方なんでねでその方にまあ A さんと同じ手法を取ってもらったところ、えー、3月丸々使ってですねもう3月終わりますけどもあ 10万稼げそうですっていうことになりましたね。<laughs> まあ、10万稼げそうですってことは、まあ、7万とか8万とかにはなったんだろうなっていうことです。まあ、3万円ぐらい稼いだときに私はね、初めてそのレポートを聞いて、久保さん3万円稼ぎましたんで、そっかの頭金の遅れてた分を払いますみたいな感じでね、払ってもらったんですけども、残りの27万に関しましては、これから順調に稼げそうだからそれで払うみたいなことをね、考えてらっしゃるのかもしれないですね。もちろんそういうことはね、別にやり取りしてませんし、私も、だったら稼いだそばから払えな,なんてことできませんからね。まずあなたの 使使いたいいいいたものを使いなさいっていう気持ちは全然一緒ですから、うん、だからまあそんなに私への入金を焦ることはないんでただとりあえず誰かがうまくいった方法をその方法は何ですかっていうふうにまっすぐ聞いてですねそれを実行したってことが、まあ、偉いなと思ったんですよね。<laughs> まあこういうふうに自分の頭で考えて今みたいな人生が来たってことは自分の人生を変えた人のアドバイスっていうのは非常に有効に働く可能性がありますんでまあだからねこういった舞姫大学の特別講義っていうものであなるほどなと自分もやってみようかなと思ったらやってみればいいんじゃないかなと思いますしやり方がよくわかんないよとかね秘密とは言ってたんだけども,もう私ぐらいには教えてくれてもいいんじゃないですかっていうふうにやっぱりね直接メッセージいただくとじゃあまああと1人ぐらいならみたいな感じでねお話しすることは実際あるわけですよ。特に、A A さんと今回ののの方っててうのは全然この証券が離れてますからね、うん、ある方は A さんは岡山ある方は東北ですからね全然大丈夫かなと思いましたしあとはねお二人とも生活保護の受給者なんで個人を特定されないようにとかそれから収入申告の件っていうのはあんまり私は深入りしてませんのでそれをどうしてるのかはまあ私もね知りません <laughs>、うん、ただ稼いだっていう事実がありますんで,で稼いだっていう事実を踏まえてですね稼いだお金をどうするかっていうのはまあ 例えばね、それが没収に値するものであっても、全然いいと思うんですよ。稼いだって事実は変わらないんで、それは生涯付きまといますから、自分がこの方法で稼いだ、ね、コンビニでバイトで稼いだもん、うん、会社員として稼いだもん、自分で何かね、ことを起こして稼いだっていうのも、結果的に稼げてるんだったら全然一緒ですし、お金を払った人にはそれなりのね、メリットを与えてると思いますんでね。 うん、まあ、なかなかいい体験になったんじゃないかなと思います。うん。この A さんに続いて、この生活動画のね、えー、仮に B さんと名付けさせてもらいますけれども、この B さんもしばらくはこの方法をやっていくと思いますし、まあ、やりとりがそんなに多いわけではありませんけどもね、私の動画は結構見てるそうなんで、これからも一般公開動画を通じて、その方にはほんのりとアドバイスしていこうかなというところでございます。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。